第29回日本の祭りが川崎区桜本商店街で開催されました。太鼓の音色が鳴り響き、餅つきやさまざまな出店がありました。健康チェックが行われていました。子供たちが動物と触れ合っていました。コリアンフードコーナーではキムチ作りを体験して購入できる企画がありました。ふんむるのりパレードやみこし練りが行われ盛り上がった一日となりました。